どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、速報ということで JAL がですねステータスの延長を発表いたしました。いやね、このタイミングでの発表ということで結構びっくりだったんですけども、もう一つねびっくりなことがありまして、知らない方もね中にはいらっしゃるかと思うんですけども、このね JAL のステータスの延長ですね、対象者限定でございます。いやー、まさかでしたね。はい、ということで今回ね JAL がステータスをね、まあ、延長ということで2022年の4月の1日からですね2023年の3月31日まで、まあ、今のステータスをね、まあ、延長、まあ、来年、そうですね、来年の3月31日までねステータスを利用することができるっていうねお知らせがマイページにね来てる方がいらっしゃるんですけども、対象者限定ということで来ている方は利用することができるっていう風になってるわけなんですけども、来てない方はね延長されないっていう風になりますんで、これは人嵐ありそうな気がしますね。なんで対象者限定にしたんでしょうかね。ちょっとねこれ全然わかんないんですけども、まああのこんな感じでですね、あのマイページの方にね来てる方いらっしゃいますので、ぜひねチェックしてみていただきたいんですけども、でまたですね、あの来てる方ねぜひコメントいただければなと思います。来てない方もね、あの来てませんっていう方もねコメントねいただければなと思うんですけども、このね今回 JAL がねステータス延長対象者限定で発表したわけなんですけども、あの JAL のねステータスの延長ってなんかね12月にもね来ている方いらっしゃるみたいなんですよね。そういう方もねぜひコメントいただければなと思うんですけども、あの海外の方のブロガーでねもう12月のもう20何日とかにもうその通知来てて、もうブログとかにね上がっている記事もね実はあるんですよね。ですのでもしかしたらですね、2021年の12月ぐらいにですね通知でもう延長を受け取っていますよっていう方もね中にはいらっしゃるかと思うんですけども、まあその時ね全然話題になりませんでしたので、まあ日本の方でね延長来てる方はまあほとんどいないんじゃないかなと思うんですけども、海外ではですねもうね12月の末ぐらいにねステータスの延長、まあこれもね対象者限定らしいんですよね、その方のブログを見る限りね。ですので日本でも海外でもね対象者限定でねステータスの延長がね発表されているっていう感じなんですよね。まあ、12月にもステータスの延長のね通知来てる方がいて、で今回1月にもね通知が来ている方もいらっしゃるという風になりますんで、これねまだ今年度終わるまで2月3月、まあ、ありますので、もしかしたらね今後もまだ来る方いらっしゃるかもしれないですね。まあこればっかりはちょっとわからないですけども、いやー対象者限定ね、でツイッターの方ね見てる限りだと結構ね来てない方はねいらっしゃるみたいなので、私の動画のチャンネルね見ていただいている方もですねそこまで多くないのかなっていうふうに思いますので、来てない方もですねまだ2月3月とありますんでね、もしかしたらそちらにね来るかもしれませんね。いや ANA がですね12月11月ぐらいか発表、まあ、発表したっていうか ANA もね対象者限定なんですよ、あの今のステータス延長って。で私はその対象者限定で来たんですよね、ステータスの延長。まあ私は来ましたけども、私はね2021年修行してダイヤモンドを防衛してますんで、まだ動画全部出てないですけども。ですんでね、ちょっとわかんないじゃないですか。私みたいにまあ、あの飛行機乗ってる人にね、あの来ているかもしれないですし、ちょっとここら辺はね全然わかんないんですけども、もう本当にね、なんでステータス延長を対象者限定でやるんだろうなっていう感じですよね。もうツイッターとかまあ YouTube もそうですけども、あのね来てる人来てない人ね分かっちゃうんでちょっと微妙ですよね。まあ本当に去年の今ぐらいにね ANA が対象者2倍キャンペーンのプレミアムポイント2倍キャンペーンかやったんですよね。すごい反響があってめっちゃ叩かれたっていう話もねあの聞いてますので、なんで対象者限定にするんですかね。まあ、まあ予算とかいろいろあるんだと思うんですけども、ちょっとねびっくりですね。はい、ということで今回ですね速報ということで JAL のねステータスの延長がね発表一部の方にねされましたので、今回ね動画を撮らせていただきました。ぜひねご自身のねマイページねチェックしていただいて、来ている方来てない方ねあのコメントねいただければなと思います。今年に関してはですねまだ
ステータス年長ね、こんな感じで発表されておりますけども、去年みたいにね、下駄履きが来るのかとか、そういったことはね、 ANA も JAL もね、全く発表がされてないんですよね。クレーンポイント2倍キャンペーン、 FOP2 倍キャンペーンも発表されておりませんので、唯一 ANA の方で発表されているのは、ステータスチャレンジ2021っていう、決済額と、プレーンポイントでステータスがもらえるっていう、まあ、決済額を詰める人じゃないと利用できない、キャンペーンありますよね。あちらについてはですね、今年2022年もね、継続して行われているようなんですけども、本当にね、それ以外全く今のところね、情報が来てないので、今年に関してはどうなるんですかね。まあ、ちょっとまた感染がね、オミクロン株で広がっておりますので、また何かしらね、あるとは思うんですけども、まあ、現時点ではですね、発表されておりませんので、またね、何かありましたら私のチャンネルでね、速報を出したいなと思っておりますので、ぜひね、そちらもチェックしていただければなと思います。ということで、今回ね、ちょっと簡単な動画になってしまったんですけども、 JAL がですね、ステータス延長対象者限定で発表いたしましたので、動画ね、作らせていただきました。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。